本日はシュビゼルがストラックアウトに挑戦。なんと2枚抜きを連発。はい、なんかくつろいでますね、ベンチで。今日はですね、福井スタジアムというですね、バッティングセンターですね、福井の。公式も打てるし、軟式もあるし、いろいろあるらしいんで、バッティングやっていきたいと思います。こちらの福井スタジアムさん、遅いボールは超スローの70から速い160キロまでと幅がすごい。さらに公式のトスバッティングで打球速度が測れるマシンがある珍しいバッティングセンターなんです。というわけで私、まずは160キロに挑戦。というわけで160キロ打ってきましたけども、やっぱり速いですね。最近は平均球速も上がって、どんどん速い球投げるピッチャー増えてますけども、いつか軟式野球にも160キロ投げる選手現れたら面白いなと思っています。ぜひ死ぬまでに1回人が投げる160キロを打席で見てみたーい。そしてバッティングを奥に進むと、スラッガーですよ。いや、見てください、スラッガー。このスラッガーですね、記録で出してくれるんですけど、はい、すごくないですか。ほら、福井工業大学の宮城選手、巨人2003年、146キロ。それから巨人の桑原選手、はい、そしてこれ今巨人の育成の鶴岡出身の黒田選手とかね、いますよ。こんな感じで福井出身のプロ野球選手が多数来ています。というわけで私も挑戦していきたいと思います。ところで、実は私今まで1回だけストラックアウト動画内でやったことあるんですけども、なんと記録、はい、4枚。こんな感じでめちゃめちゃストラックアウト苦手なんです。しかし今年いろいろ投球に関することに取り組んだので、どんな結果が出るか楽しみということで、改めて挑戦してみることにしました。レインボール。あ、結構山あるちゃんとしたボール。ああ、これ当たった。トライ。はい、7番。2枚抜き。いや、いいですよ。お、2枚抜き。おお。あ、ステージクリアしました。お。トライ。3番。あ、ステージクリア。お。あ、なんかクリアしてます。だ。さあ、ピンポン。おお。え、当たってない？え、当たってないんか。当たってないですけど。うわ。厳しくないですか？きた。どう？ゲームセット。厳しくないですか？プリンターよ。いやー、全体的に厳しくないですか？それ。お、200点。結構いいスコアなんじゃない？はい。私にしてはいい記録です。昨年と比べてみてもめちゃめちゃ大進歩しました。もう一回やりますか？はい、気を良くした私、再度ストラックアウト挑戦します。来た、2枚抜き。来た、2枚抜き。また2枚抜き。2枚抜きの帝王になって。さあ、連続でいきなりの2枚抜き。これは好記録が期待できそうです。しかし、えっ、フレーム、うわ、終わった。早っ、今度早っ。ありがとうございました。プリント用紙をお取りください。80点でしょうね。ちょっと福井のフレーム太くないですか、塚本さん。いやー、どうですか。福井の人間はね、骨太なんですよ、多分。芯がしっかりしてる。なるほど。はい、やっぱり調子に乗ったらダメですね。はい、謙虚にやっていきたいと思います。皆さんもぜひ福井スタジアム、ご機会あれば足運んでみてください。はい、お知らせです。いよいよ始動した福井ワイルドラプターズチャンネル。このチャンネルは塚本さんが
運営しており、筒井選手をメインに今バンバン動画上げております。ちなみに練習や自主トレ風景の動画であったり、今後はですねシーズンインした後試合もお届けする予定でございます。ぜひ皆さんワイドアップ TV のチャンネル登録もよろしくお願いします。